7月30日第60回救世軍オンライン祈祷会。ペトロの手紙1、3章9節。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさい。祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのです。私たちが信仰を持った時の状況は一人一人違いますが、すべてに共通するのは祝福を受け継ぐため召されたということです。神の祝福は私たちの生活の中で必ず変化をもたらします。力が与えられること、必要が満たされること、生きる使命が与えられること、清められること、他の人に神の恵みを分け与えることなどです。神はあふれる祝福を神を信じる者に豊かに与えてくださいます。神を信じる歩みにも様々なことが起こりますが、神の祝福を受け継ぐ者とされていることを振り返るときに、悪や侮辱に自分で報復する必要はなく、何があっても大丈夫です。今も神はあふれる祝福を注いで私たちを導いてくださることに心から感謝しましょう。祈りましょう。今日の祈り。1、新型コロナウイルスの感染が封じ込められ、命と生活が守られますように。2、感染者が癒され、安全な治療薬とワクチンが開発されますように。3、大雨で被災された方々の支援と復旧作業が進みますように。神様、今日も祈ることができますことを心から感謝をいたします。私たち一人一人、イエス・キリストを信じるときに神の祝福を受け継ぐものとされることのゆえにありがとうございます。神の祝福を受け継ぐものとして祈ります。新型コロナウイルス感染で苦しんでいるお一人お一人を今あなたが癒してください。大雨で被害を受けておられる方が今います。神様、どうか一人一人の命をあなたが守ってください。生活を守ってください。支援されるお一人お一人に必要な知恵と力が与えられますように。あなたが全世界を支配しておられますから、今あなたの御業を見させてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。